こんにちは、炎です。こんにちは、安成です。今日はですね、メンズバーに出勤するといいこと5選ということでですね、まあ、メンズバーミカドというお店をですね、僕らは運営してるんですけども、基本的には西洋族ミカドっていうお店に在籍しているキャストが出勤する、まあ、そんなバーっていう風になってるんですけど、その中でもですね、出勤するといいことっていうのはいくつかありまして、まず一つ目は、お酒がそこまで強くなくてもいいってことですよね。はい。っていうのも、ホストとかってなると、売れないうちは、まあ、その先輩ホストの、まあ、単価を上げるためにいっぱいお酒飲んでもベロベロになってみたいな、よく話を聞くんですけども、あんまりそうでも。もちろんです。もう、あの、目の前のお客様と向き合って、お客様が、くださったお酒をもう、そのセラピストが飲むということなので、決して無理な量を飲まされるということは決してございませんので、まあ、ということでですね、そこまで強くない方でも活躍していることが方が多いので、間違いません、はい、まあ、バーだからといって、俺そんなお酒飲めないんだけどなって思う必要はないのかなということです。はい。逆にあのお酒好きな人も、確かにそれは強さ、強みにはなります、ね、そうそうそう、そこもアピールポイントの一つにはなるのかなと思いますので、はい。で、2つ目、まず時給がもらえる、まあ、お金がもらえるということで、まあ、セラピストの仕事をやりたくて、まあ、応募してくれる人たくさんいるんですけども、まあ、中にはそれこそ自分の仕事を辞めて、うん、もう覚悟を決めてきましたとかっていう人もいるわけなんですよ、うん、はい、その要セラピストなんですね。はいはいはい。でもなかなかね、やっぱセラピスト業の方は完全に歩合制なので、うん、まあ、それこそ極端な話、お客さんが一本もつかずにってなっちゃうと、給料ゼロでとかになっちゃうので、はい、まあ、そういった中で、このバーに出勤すると、まあ、時給が保障されるので、まあ、ある程度の生活は保障されるって部分は、うん、まあ、心のね、持ちようとしていいのかなと、うん。収入がもらえるのは本当に大きいですよね。はい、うん、で、その収入がその時給であったり、日当ということもそうなんですけど、お客様と交流をして、あのドリンクをいただけたりすると、うん、その分バックがもらえますよね。バックが、はい、もらえます。もちろんそれがメインで、そこで稼ごうっていうのと、はい、じゃあこの話は違うのかもしれないですけど、まあ、でも本当にイベントでね、シャンパンが7本開いたとか、うん、全然なくはないので、まあ、そういう、はい、まあ、あくまでお客様のご好意で、うん、まあ、いただいたって分に関しては、まあ、すごいたくさん1日で稼げちゃいましたっていうこともなくはないですよ、うん、という、はい、そうですね。家電のセラピストさんとかだとやっぱこういうところがないので、うん、本当にこういう仕事始めたはいいけど全然稼げずにとか、まあ、全然生活できないんですぐ辞めちゃいましたみたいなことを聞くは聞くんですけど、はい、やっぱ、まあ、ミカドですとね、こういうバーとかもありますので、まずはそこで確保してセラピストとしての基盤を作って活躍していくってこともできますので、うんうん、はい。で、3つ目、はい、お客さんと交流ができる、そしてそのお客さんに自分の魅力であったりとかアピールしてセラピスト業の予約につなげるってことができる、まあ、これがね一番のメリットかなとは思うんですけど、そうですね、はい、これ普通はやっぱ私たちセラピストって自分の力というか自分のやり方で SNS だったりとか何かしら別のつてを使ってとかでとにかく営業をかけてお客様を獲得するってことがメインだと思うんですけど、これ2番目におっしゃってたやつとも関わってくるんですけど、お金もらえると、お金もらえる上で実際にお客様と会って、はい、確かに自分の営業をかけることができる、営業の方法が1個増える、これでかいですよね。まあ、やっぱりそういう SNS とか、まあ、もちろん主流にはなってるんで大事にはなってくるんですけど、まあ、それがあんまり得意じゃなくてとかっていう方もどうしても、まあ私もそうか、うん、まあ確かにそういうところはあるのかもしれない。まあでもその中でもこうやってバーで活躍してもらって実際にお客さん、はい、あの予約につながってとかなったじゃないですか、はい、何回かありますね、やっぱり。特に女性用族協会って新人のセラピストがまずお客さん掴んで最初の予約をもらってってことのハードルが高かったりするんで、やっぱ女性側も安心できるセラピスト、まあ、経験があってとか評判が良くてってセラピストを指名したいって方がどうしても多いので、まあ、そういった中で実際に会った状態で自分をアピールできるっていう、そういう機会があるっていうのはすごいメリットになるんじゃないかなと思います。お客さんは安心しますよね。安心します。セラピストの顔が見られれば、人柄も見られれば、写真だけじゃ分かんない、それこそモザイクがあってとかってなると、うん、本当にこの人大丈夫なのかタイプなのかなって不安になっちゃう方もいるんで、うん、で実際に会って思ってたのと違くてもっと良かったとか、うん、あのすごい魅力的だったっていう風にもつながっていくので、それが一番のメリットになるかなと思います。はい。4つ目は、セラピスト同士の交流ができるということでですね、セラピスト協会で他店でも聞くのが、
セラピスト間で交流する機会もないし、まあ、もちろん事務局の人とも会わないしっていうのも、こっちの業界って結構待機所とかがなくてっていうお店がほとんどなわけですよ。そういった中で、まあ、仕事をしててもすごい孤独だし、相談できる人もいないしっていう声をよく聞くんですけども、まあ、こういったバーで、まあ、出勤してっていう形ですけど、まあ、お互いね、いろいろ意見交換したりとかできる場所にもなってるなって部分はあるかなと思うんですけど、そうですね、やっぱり本当に孤独なんですよね。普通にセラピストをやっていると自分の自宅で待機して自分で営業かけてお客様のところに帰ってくる、本当に横のつながりがないんですよね。で、横のつながりの一番いいところって、他のセラピストさんがどうしてるかっていうところがつぶさに知れるというところだと思うんですよ。その自分にはないものを持ってらっしゃる方もいっぱいいるので、この人はどうやって営業かけてるんだろうなって、お客様とどういうふうに接してるんだろうなっていうのが、やっぱそのセラピストさんから直に助言もらえたりだとか、あるいは逆にね、自分が助言をあげてきたりとか、で心強いですよね、仲間がいるっていうのは、ね、はい、寂しくない、一緒になって、まあ、戦ってるじゃないですけど、一緒になって仕事してるんだっていうのが感じれるってだけでね、やっぱ人間そうなんですね、自分だけがうまくいかないのかなって塞ぎ込んじゃったりすることってあると思うんですけど、でもその他のセラピストさんとお話をして、あ、みんなも同じように悩んでるんだってことはやっぱ勇気づけられたりしますしね。やっぱこういう仕事なんで、どうしてもまあメンタルに来るじゃないですけど、ことあるじゃないですか、どうしても自分が選んでもらえなくてとか、そういう時になんか相談できたりとかする仲間がいるっていうのは絶対いいのかなと思います。あとはセラピスト同士で営業後にご飯行ったりとかもありますね、ちょこちょこしてますね。そういうところで交流を深めてっていうのは、まあ本当にここでしか得られないような財産になるんじゃないかなとは思ってます。思います。5つ目、先輩セラピストの接客を間近で見ることで学ぶことができる。やっぱ本当売れっ子のセラピストとかもこのバーに出勤してることがあるので、まあ、そういった中で、まあ、じゃあその、まあ、売れっ子のセラピストがどういう風なコミュニケーションをしてるんだろうか、まあ、どういうところがあんまり売れてない人とは違うんだろうかってことを、まあ、目で見て間近で感じて勉強できるっていうのは、なかなかないことだと思いますので、本当にそうですよね、なんかこう僕がよく思うのは、やっぱ自分のやり方でお客様とお話ししてると常にやっぱワンパターンになっちゃうんですよね。でもそのお客様とのトークの入り入り方とか、場合によってはその営業をかけるというか、よかったら出ていきませんかとか、そういうお誘いをかける時とかのタイミングであったりとか、言葉の選び方であったりって結構人それぞれ違うので、自分にない引き出しを持ってる先輩セラピスト、売れっ子セラピストの技を盗めるっていうのは、自分こうやってみようってちょっと思って、それでうまくいったりもするかもしれないし、これは大きいですよね、本当に間近で見られる、本当に大きいです。本当に、まあ、うちだとかなえさんとかもそうですけど、本当トップレベルの売れっ子セラピストとかってなかなか会ってって機会もないだろうし、普段は1時間1万円をいただいて、まあ、コミュニケーション取ってって方なので、そういった方々のコミュニケーション間近で見れて、場合によってはアドバイスをしてもらって、っていう機会って本当に自分がセラピストとして成長していく、人間として成長していく、男性として成長していくっていう意味でもすごい大きいことなんで、はい、これは大きなメリットになるかな。かなえさんとか結構、東京本店主任ということで、セラピストさんと面談したりとかするじゃないですか。で、その場でももちろんかなえさんが的確な助言をくださるんですけど、でもその時ってお客様いらっしゃらないんですよね。目の前でお客様がいるかなえさんを見られる、これがやっぱ大きい。やっぱセラピストになる、そして、まあ、プロとしてこれから活躍していくってことを考えたら、もちろん今魅力をたくさんあってって方もたくさんいると思うんですけど、その中でじゃあどうやって成長していくか、プロになったことでどういったものを取り入れていって、まあ、自分がもっといいセラピストに、もっといい男性になっていくのかっていうのをね、そういうことで考えると、まあ、このバーの出勤っていうのはすごいいいのかなと思います。これはメリット大きいですね。そうなんです、はい、ということでですね、まあ、ぜひどちらかというと帝に入店された方はですね、このバーでも出勤できますので、まあ、そういったところも考慮に入れて、ね、いろいろ考えてもらえればなと思います。はい、強くおすすめします。はい、はい、気になっている方はぜひいろいろリンクからいろいろ見れると思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは、ありがとうございます。ありがとうございました。出勤お待ちしてます。